じめまして、私たち九州産業大学アイドル研究愛好会アイドルコピーダンスユニットキャンバスです。よろしくお願いします。はい、今日はフィズリラのあやねちゃんの生誕祭ということでお呼びいただきありがとうございます。ありがとうございます。あやねちゃんおめでとう。本当にありがとうございます。毎度毎度ね、生誕祭会でキャンバスお呼びいただいて本当にありがとうございます。本日も全力で誕生日お祝いさせていただきますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。というわけで、あ、そう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 、キャンバスってな、キャンバスって何ぞやって思ってる方もね、いらっしゃると思うんで、軽く説明させていただきます。キャンバスとはアイドルのコピーダンスをしてるサークルになります。はい、で年に2回夏と、あ、ちょ、変な数え方した夏とは夏と冬で大会がね2回あって2回あって、初戦に出演するために、初戦、あらら、ちょっと変な数え方して動揺が止まらない夏と冬に大会がありまして、はい、全国大会出場を目指して頑張っております。よろしくお願いします。で、あ、そうそうそう、でユニドル今年の冬もあるんですけど、キャンバスは2月13日に ZEP 横浜にて行われる敗者復活戦の方に出場させていただきます。そちらもぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、今日はいっぱいお写真撮っていただいてるんですけども、キャンバスみんなフリー素材なので、ハッシュタグキャンバスをつけていっぱいつぶやいてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、ここからはね、世にも珍しい世にも珍しい2人ユニット本日そんなレアな回になっておりますので、よろしくお願いします。さあ、行くか、行きますか、行こう、頑張って。はい、
見しないでもうあなただけ
私がやります。そしたらその後に主役のあやねちゃんに届けるつもりで一生お前にマットラブっていうコールを入れてほしいです。よろしくお願いします。練習しましょうか。はい、キスしてよ誰にでも言うわけじゃないのにしないでもうあなただけ一生お前にマットラブ。本日主役のあやねちゃん、マニあやねちゃんにマットラブ届けるつもりで皆さんで盛り上がっていただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで生誕祭お祝いマットラブ、はい、いきますかね。いきましょう。君が確かに変えたいもの、あなたの話常に愛しいの言うこと聞いてる。君が確かに変えたいもの、それ私にとって今のように以上、私たちキャンバスでした。